デボンシャー公爵夫人と、長女、ジョージアナ、ジョシュア・レノルズが、1786年、1784年の総選挙で、ウェストミンスターの選挙会場に、妹のベスボロー伯爵夫人を連れて現れた、デボンシャー公爵夫人、ロバート・ダイトンの風刺が、ジョージアナ・キャベンディッシュは、イギリスの貴族女性、初代スペンサー伯爵、ジョン・スペンサーの長女で、 第五代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの最初の妻。18世紀後半のロンドン社交界の花形で、夫と親友エリザベス・フォスターとの複雑な三角関係、また熱心な政治活動への参加でも知られる。名に小説家キャロライン・ダムがいる。1774年6月6日、17歳の誕生日を迎える前日に、 デボンシャー公爵家の当主ウィリアムと結婚した。公爵夫妻の結婚式の様子は、シェリダンの風刺劇、悪口学校の中に描かれている。ジョージアナは何度もの流産を経験しつつ、4人の子供を出産した。うち3人は夫の子供だが、4番目に産んだ娘は、第2代、グレー伯爵チャールズ・グレートの間に設けた死生児である。またジョージアナは、夫が、 女召使いに生ませたシャーロットというジョージを自分の子供たちと一緒に養育した。1782年、ジョージアナは夫に自分の親友エリザベス・ホスターを紹介し、以後24年間にわたる夫とエリザベスのジョージに帰えた。デボンシャー公爵とエリザベスの間には一男一女の諸子が生まれ、ジョージアナの死後に二人は結婚した。ジョージアナは、 美人の誉れ高い社交界の花形であり、周りには大勢の分断や政界の名士が集まって大規模なサロンを形成していた。また彼女は女性参政権が認められる一世紀以上も前に政治活動に身を投じていた。実家スペンサー家と今夏キャベンディッシュ家はどちらも保育党員であり、国王上ジ参政と大臣たちがパトロネジを利用して庶民員への影響力を強めると、 ジョージアナもまたホイックへの支持活動を展開した。彼女が熱心に支援したのは、ウェストミンスター選挙区からホイック党候補として出馬した、当園、友人の青年政治家、チャールズ・ジェームズ・フォックスだった。1784年の会員総選挙の時、ジョージアナは、ォックスに投票した者には、モレナックスを振る舞ったと噂され、トマス・ローランド・ソンの版画、デボンシャー。 あるいは最も定評ある票集めの方法を、はじめ多くの風刺画などで抽象にさらされた。ジョージアナは結婚生活や自らの破滅的な不倫関係、美貌とファッションセンス、政治活動などで有名だったのみならず、大のギャンブル好きとしても長通っていた。彼女が死んだ時、彼女の実家も婚家も莫大な資産家であるにも、かかわらず、彼女自身は、 借金まみれだったことが記録されている。彼女は1806年に48歳で亡くなった。死因はおそらく肝臓癌だった。ジョージアナはダービーのオールセインツ教会に埋葬された。講習の注目を集めた時代、ジョージアナはトマス・ゲインズ・バラやジョシュア・レーノルズに肖像画を描かせていた。フランス風の大きな帽子をかぶったジョージアナを描いた。 ゲインズバラが描いた有名な絵は1876年にロンドンナショナルギャラリーから美術品泥棒アダム・アースによって盗まれ、長らく紛失状態にあった。この絵は1901年にピンカートン探偵者によって発見され、アメリカ人銀行家ジョン・モルガンの所有となった。この作品は1994年にサザビーズのオークションに出品され、 第11代デボンシャー公爵アンドリュー・キャベンディッシュに落札されて200年以上を経てデボンシャー公爵家の本邸チャッツワースハウスに帰還した。ウィキメディアコモンズにはジョージアナ・カブンディッシュ、ダッチェス・ソーブ・デボンシャーに関するメディアがあります。ありがとうございます。